はい、玉那覇直哉のパイロットになろう。この番組はパイロットになりたい、航空業界に就職したい航空ファンの方々の番組です。国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供でコミュニティラジオ FM 宜野湾と FM 宮古から放送しております。今玉那覇の Facebook、FM 宜野湾の YouTube からも放送されているはずです。されてなかったらごめんなさい。FM 宜野湾ツイキャスからはライブ放送されています。番組終了後は YouTube でアーカイブされています。ご質問やコメントは今放送中のツイキャス、それと FM 宜野湾のメールで受付しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。さて、今月11月は国内航空会社のピーチアビエーションの特集でお届けします。第1回目は角上副社長、第2回目は、私の元同僚という月山副操縦士にスタジオにお越しいただきました。今日はピーチの客室乗務員の藤井さんの登場です。前回のようなスタジオからではなく、今私がこの玉那覇ですね、いるのはアメリカです。藤井さんは那覇空港ですというダブル中継でお届けしております。客室乗務員というサービス要員、そして保安要員という職業についていろいろ聞いていきたいと思います。将来客室乗務員を目指す方々にとっては必聴必見となります。それではお楽しみに。と今多分 CM に入ってます。でも YouTube とかツイキャスとかの流れてます。はい、さあ始まりました。いいな、後ろから出てくるっていうその臨場感は。もしかしたらカメラのこっち側にもたくさん人がいるんですね、きっと。ですよね。もしかしてみんな覗き込んでるんですか、カメラの向こう側では。耳をない人。なんかカメラピッて向けてみんながどんな表情してるか見てみたいな。自分の声は当然その皆さんの今オフィスのところ聞こえてるんですよね。聞こえてると思います。あ、聞こえてますね。同じながらやらさん聞いてるね。聞いてるよって言ってます。途中からなんかうろうろして出てきそうだね、やらさんが。さあ、これがね、リモートなのでね、CM から上がるサインがですね、普通は隣にいるんですよ、まなみさんって。で、今回はリモートなので、まなみさんの合図は私の携帯だけが頼りなんで。不思議ですよね、この感覚。遠く離れたところで、まあ、私はあたかもスタジオにいるかのように。FM 宜野湾のアメリカオフィス。後ろにスタジオが。まさかアメリカにいる。そうそう。今沖縄は天気はいいんですかね。天気はもうすごい蒸し暑いです。暑いですか。はい、めちゃくちゃ晴れですね。25、6度。そうですね、はい。はい、それでは早速ゲスト藤井さんをご紹介いたします。ピーチアビエーション客室乗務員の藤井さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ軽く自己紹介をお願いいたします。
はい、私ピーチアビエーションに入社して今5年目になります。客室乗務員の藤井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。5年目なんですね。で今、はい、那覇ベース。はい、今那覇ベースで4年目になりますね。あ、じゃあその前はどっかにいたんですね。どこ、関西の方に。あ、関西空港で1年、はい、で沖縄で今いらっしゃるところは沖縄空港支店の中、オフィス。そうです。オフィスです。ですよね。はい。CM 中に話しましたけど、この画面のこのカメラの反対側にはスタッフがこうしてるんですよね。そうですそうです。はい。なんか生で聞いてるみたいな。生で聞いてるんですよね。大体想像つきます。やらし店長もいるんですよね。はい。はい、じゃあ藤井さん、今日ですね、これから約55分ぐらい、よろしくお願いします。はい、パイロットになろうという番組ではあるんですが、いろんなやっぱり航空業界の方々のお話を聞いて、航空業界に就職したいという方々がやっぱりたくさんいらっしゃるので、今回は客室乗務員を目指すという人たちが多分もうこういう形でメモ取りながら聞いていると思うので、そういう意味ではその藤井さんのいきさつみたいなものをちょっとお聞きしたいんですけども、はい、その一番最初のきっかけっていうのは何かあったんですか？私の姉がですね、大学の時から客室乗務員を目指しておりまして、姉はファミレスでバイトしてた時にたまたまパイロットの方と出会って、であなたは客室乗務員受けてみたらどうっていうことで、姉が初めて客室乗務員を目指すきっかけになって、その後ろ姿をずっと見てたので、私も必然的に客室乗務員に憧れるようになって受けたっていうのがきっかけですね。へえ、そういうスカウト的なことがあるんですね。ファミレスにパイロットが来て、はいはい、お嬢さん客室乗務員にならないかい、ドラマです。新聞の切り抜きを持ってこれ受けてみないって言われたみたいで、はい、姉が。へえ、そうなんだ。これまたこのパイロットもあれですね、きっとリクルートが上手な、いつも多分こう切り抜きを持って、はい、リクルートをしている。あ、そういうのがきっかけで目指して。はい、で、そうです。そこからすんなりもうピーチにポンと入ったんですか？あ、いえ、すごく何社も受けまして、いろんなやっぱりかなりハードルが高いですので、何社も落ちて、で、ちょっと地上職にも興味があったので、地上職、グランドスタッフという仕事をずっとしておりまして、28歳ぐらいの時ですかね、やっと一に受かった、既卒で受かったっていう経緯になります。その客室乗務員に憧れつつ地上職をやってる時っていうのはどんな感じなんだろう。やっぱり客室乗務員に憧れつつも地上職で見るその現場ってすごく新鮮に映ったんじゃないですか？そうですね、最初はやっぱ客室乗務員になりたいっていう気持ちの方が強かったので、でもだんだんやってるうちに地上職の楽しさをちょっと知ってしまって、もうずっと地上職でやろうかなっていうふうに考えてた、たまたまその以前の会社がピッチを地上としてこうハンドリング担当してたので、はい、でそこでピーチの CA さんをどうこう何ですかね、ブリーフィングというか、お話しする機会がたくさんあったので、そこでやっぱりピーチの CA っていいなっていうふうに思ったのがピーチの志望のきっかけですね。あ、なるほどなるほど。でちなみにそのピーチの客室乗務員になりたいっていう方ももちろん今多分聞いてらっしゃる方いっぱいいると思うんですけれども、はい、その時と今ちょっと変わってるか分かんないんですが、最初の試験とかってどういう試験があって準備されたんですか？はい、まず4段階くらいありまして、まず書類審査、はい、書類4段階、
はい、書類審査、はい、でグループ面接が2回ほどありまして、はい、で、あとは最終もグループ、まあ、少人数でグループ面接をして、うん、で身体検査、うん、まあ、あの気圧に耐えられるかとかそういったあの科学的なその身体検査を受けて、そこに外した人が、うん、なれるっていう感じですね。もう本当に素人考えなんですけども、客乗務員になりたいっていう人たちがあの通う学校っていっぱいあってて、その飛行機の何モックアップっていうところでいろんなサービスをする練習とかしてるんですけど、そういう試験っていうのはないんですか？あ、実際にそういった、まあ、入社の前にそういった試験はなくて、うん、でその面接の中に、まあ面接官にもよるんですけど、ちょっとなんか、なんですかね、私の時 の面接は、まあ、ちょっとアナウンスしてみてくださいとか、自分で、なんか出身地の方言でアナウンスしてくださいっていうのは、私の時ありました。へえ、じゃあそれはもういきなり聞かれて、いきなりもうできたんですか？はい。へえ、そうなんですね。まあそれで、はい、まあ、終わって採用、このなんていうかテスト期間っていうんですか、1時から2、3、4っていってしばらく何ヶ月か何週間ぐらいかかるんですか？ですね、それは人によって違うんですけど、一応、まあ、合否をもらってその入社時期までにはこう間が 2,3 ヶ月あったりするんですね。はい、合格に行ってから入社までは、はい、まあ、それは人によって、その期によって違くて、うん、で、その間にまあ前職をまあ退職という期間があります。その最終的に合格もらって、もう夢であった乗務員にガッツポーズで。ちなみにお姉さんは客乗務員されてるんですか、今でも？もう結婚して、子供も生まれて退職したんですけど、はい、あ、じゃあ客室乗務員はされてたんですね。はい、してました。はい、ああ、じゃあなおさらその自分のお姉さんを見て自分もなろうと思って。そうですね、ずっとこう一緒に住んでたので、一緒に住みながらいろんな、なんていうか、姿を見てきたので。なるほど、なるほど。じゃあ待ってる期間でいろいろ準備されたと思うんですけども、今度はじゃあ入った後ですよね。客乗務員として入った時に、客室乗務員として一人前になって乗務を始めるまでの間の期間っていうのはどんな研修があるんですか？約1ヶ月間の東京での、訓練、うん、その保安 の訓練がありまして、うん、そこで緊急事態の際 の脱出の方法ですとか、いろんな基礎っていうのを、まあ学びまして、でその後、数日間サービス教育っていうのがあって、実際にその、機内でのカートを使いながらどういったふうにサービスをしていくかっていうのを実際にやっていきます。冒頭私が話したようにサービス要員と保安要員っていう、まあ、仕事があると思うんですけども、はい、やっぱりその保安要員としてのトレーニングの期間が長いんですか？もう圧倒的に長いですね。あ、はい、じゃあその時に本当に、まあ、緊急の時にって、なんかテレビでしか見たことないんですけども、すごく大きな声を出して、はい、何でしたっけ、ヘッドーンとかってなんかやってますよね。そうです。やりますよね。声出るのっていうぐらいすごい太い声とかで。あ、はい、もう緊急事態なので、もう、うん、お腹から出して。あ、その時には練習、まあ、さっきの私モックアップでしたっけ、あそこがいいところでお客さん役の人はいるんですか？そうですね、お客さん役も、まあ、私たち訓練生が交換後でお客さんになったりですとか、はい、あと教官がお客さん役になって、うん、やったりもしています。これリアルに普通のお客さん連れてきたら面白いですよ。本当ですね。あ、自分行きたい。本当どんなね行動されるか分からないですもん。この今笑ってる藤井さんがどんな顔なのか見てみたい。もう鬼の形相です。
だからテレビの中でしか見ない世界なので、まあ、訓練、まあ、もちろんいろんな理由もあるでしょうけども、やっぱりすごいですね。まあ、そうやって訓練して初めて何乗務するまでの期間、訓練期間というのは最終的に研修期間というのかな、どのぐらいあるんですか。その、OJT というのがありまして、OJT 期間が、約4日間ぐらいでもう実機訓練ですね。実機に乗って、うんうん、OI と言われる自分のインストラクター担当の、うん、まあ、私たちお母さんって呼んでるんですけど、お母さんとかお父さんって呼んでるんですけど、うんうん、まあ、一緒に、実際にフライトをして4日間で、うん、OJT をして、でその後にラブラブフライトっていうのがありまして、一応その OJT はラブラブフライトっていうのがありまして、うん、まあ、OJT をパスした子っていうのが一応その、まあ、独り立ちはしてるんですけど、まあ、皆さんフォローアップお願いしますっていう、そのラブラブフライト期間がまたありまして、5日間ありまして、うん、でその、まあ、ラブラブフライトの中でもいろいろこう、いろいろアドバイスをいただいたりとか、うん、しながら、やっとそれが終わると独り立ちできる。じゃあ結構やっぱり OJT として乗っていくわけですね。でも名前の付け方が面白いですね。そうなんですよ。上司をお父さんお母さん？はい、私はお母さんでしたけど、はい、私の、人によっては男性のそのお愛さんに言ったら、はい、方はお父さんって呼んだり、それ客室の中でお父さんって呼ぶんですか？あ、呼ぶ方もいます。周りからしたらえってお母さんとか。私の長女とかあります。へえ、面白い。多分これ今の話を知らないと多分迷うでしょうね。でその後その後の名称が何、ラブラブフライト、ラブラブフライトっていうのがあります。名前はすごくいいんですけど、やっぱりきちっと仕事できちっと教えるわけですよね。そうですね、はい。面白い。それはでも OJT としてまだ一人前ではない状態。そうですね、一応 OJT はクリアはしているけれども、まだ前ではないというような、はい、少し守られている時期になります、ね。なるほど、なるほど。はい、基本それは、そのピーチが飛んでいる路線は全部飛ぶんですか、その期間の中で。そうですね、はい。どのフライトにアサインされるかは分からないです。ちなみに一番最初の OJT の一発目のフライトって覚えてます？確か短かった気がする。福岡、キックスから関空から福岡だったと思うんですけど、うん、逆に45分ぐらいしかフライトがないので、すごい、すごい業務がきついですよね、はい、この短い間で全部やるってことは、はい。そうやって、じゃあ OJT も終わりました。ラブラブフライトも終わりました。はい、初めて独り立ちっていうのは、はい、覚えてます？最初のフライトは。もう本当にもう不安で不安で仕方なくて、ああ今まではね、お母さんとか、まあ、その他の方に守られてたんですけど、うん、もう一人の CA として、もう実際に飛ぶことになるので、ああ不安でしかなかったのはもう鮮明に覚えてます。へえ、そんなもんなんだ。ちなみにこれお客さん側からしたら、うん、この人がお母さんとかお父さんとか OJT の訓練生とか今日初めて飛びましたみたいなのは分かるんですか？うん、訓練生は訓練生バッジっていうのをつけることになってまして、へえ、本当に何ですかね、まあ、本当に親子のように乗務中はその訓練生とお母さんっていうのがずっと2人でこう動いていますし、アナウンスでこの便は訓練生が乗務していますっていうのもお伝えしているので、多分分かるかなと思います。あ、じゃあ本当にもうお客さんからしたら今日訓練生、もう名札見ても分かるし、実際に例えばアナウンスもこの訓練生がやるんですか？うん、アナウンスはその OJT の時はしないですね、はい、そのラブラブフライトで初めてこう一
していくっていう。でそれで一人でチェックアウトして、この訓練生のバッジが外れて、うん、初めてのなんか初心者マークなんかつくんですか、こっちに。初心者マークはつかもうもう一人前です。はい、そしたらもう周りから見たらもう全員一律、初日だろうがもう何年も働いてるだろうがもう一緒なので、こっから見ると同じサービスとそういう期待感は一緒ですよね。そうですね、一緒ですね。なのでやっぱり緊張するでしょうね。すごいですね。もうずっとこう震えてる。あ、それで多分分かるかもしれない、今日1日目。ちなみに初日はどっからどこだったんですか？初日は、どこだったかな。もうかなりもう5年の前になると全然忘れちゃうんですけど。多分もうこれで忘れちゃってましたね。それどころで。ちなみにそうやって、まあ、あの乗務された時ってピーチだと、まあ、その当時だと国際線も飛んでたのかな、はい、国際線もじゃあ OJT とかそういうので行くんですか？OJT は国内線のみだった気がします。ラブラブフライトでは国際線はあるとありましたね、はい。あ、ありがとうございます。なんかねメッセージが来てますね。ちょっとじゃあメッセージをね、ご紹介いたします。来ると思ってました。もうピーチ大好きなんですよ。長岡さん見てますか、聞いてますか。メッセージありがとうございます。もう長岡さんはね、もうピーチ大好きなんですね。あ、CA さんのトレーニングのフライトに何度か乗りました。訓練生の CA さんがシートベルトチェックを時間内にできず、途中お母さんに交代されてました。長岡さん、こんなバラしちゃダメよ。続いてまた長岡さん、ピーチの CA さんはステッカーの裏にいろいろとコメントを書いてプレゼントしてくださったり、私のカバンの記念のタグを見つけて話しかけてくださったりと、ホスピタリティが日本の航空会社の中でナンバーワンだと思ってますという長岡さんのコメントです。長岡さん、ありがとうございます。ステッカーっていうのはその機内で配るステッカーがあるんですか？あ、そうですね。ステッカーありますか？こっちに。実際ピーチの今お持ちしますね。ステッカーがあるんですけど。あ、見せてください。見てください。さすが事務所の中にいるともう何でもすぐ手に入る。あ、後ろから見てますよ。まあそういったステッカーを機内で配る。後ろにはなんかコメント書いてるわけです、ね。そうです。まあ、実際これなんですけど、見えるかな。はいはい、見えます見えます。でですね、このステッカーの裏に、うん、はい、メッセージを書いて、はい、しています。このステッカーをどうやったらもらえるんですか？もちろん誰にあげるあげないってわけじゃないんですけど、もらいたいって言ったらもらえるものなんですか？まあ、もちろんです、もちろんです、はい。あ、もうこれいっぱい今から注文来ますよ。乗る人みんなステッカーください、はい、ステッカーください、皆さん言ってください、メッセージくださいって。なるほど、ありがとうございます。磯崎さん、おはようございます、ありがとうございます。直屋さん、那覇ベースの CA さんが、まあ那覇ベースですよね、那覇ベースの CA さんが、例えば大阪ベースのパイロットと乗務をすることはあるんですかっていう質問来てます。あ、はい、ですね、あります。どういうフライトになるのか。大阪のそのクルーの方が、まあ、那覇にステイという形で。はい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 。で、はい、例えば1日目は違うクルーで来て、2日目は沖縄クルーと一緒にどっか飛ぶ。はい、ああ。はい、そうかそうか。パイロットと客室乗務員っていう、まあ、チームで多分自分たちのイメージを一緒に乗って何日間ずっと、仕事をしてっていうのがあるんだけど、時々そう言ってずれる時があるんですね。はい、なるほど、はい。あとですね、来てますよ、あとね、これかな、ちょっと見せてくださいね。はい、ですね、
外国人からも来てます、メッセージが。今ね、Facebook でフェイスメッセージ来てるんですけども、タミンスールさんっていう方から来てるんですけども、この男性です。私も、以前はフライトアテンダントでしたって来てますけども。男性もいらっしゃいますよね。はい、おります。そうですね。国籍も様々な国籍で。本当ですか。うん、男性も少数ながらいらっしゃいます。国籍も様々。そうです。ちなみにどんな人、ね、この様々な国の出身。私が知ってる限りでは、台湾ですとか、の方が多いですね。でもサービスとかっていうのを日本語でやられてるんですよね。はい、もう訓練もすべて日本語で、うん、お客様 の対応ですとか、あとアナウンスもすべて流暢な日本語でやってます。あ、そうか。例えばその国際線で台湾とか韓国行くときに、その方々が、はい、もう本当に地元の言葉でというか対応できるっていうことも含めて採用してるんですかね。そうですね、実際に、まあ、本当にそういうケースはあって、もういてくれて助かったっていうことはたくさんありました。うん、男性客室乗務員っていうのは割合からするとやっぱりかなり少ないですか。そうですね、実際に沖縄ベースでは、2名で、全体的でだいたい1割ぐらいですね。あ、少ないんですね。あ、1割満たないですね。満たないんだ。当然これ客室乗務員募集って時に男女問わずもちろんそうわけですよね。はい、まだ後ろからノックもこれも来てないですけど、まだ後ろで待ってるわけじゃないですよね。ラジオ聞いてる皆さん、まあ、ラジオ見てる皆さん、今実は裏話を言うと、今藤井さんがいらっしゃるところは那覇空港支店の中で、ちょうど後ろのドアが乗務員の出入り口なんですよね。はい、そこから出入りするのも楽しみに待ってるんですけどね。今日タイミングがちょっと合わないですかね。そうでしたですね。という間にあっという間にね、半分だったので1回 CM 入ります。はい、ありがとうございます。もうあれ、ちょうど隣に座ってる矢田さんに行って、早くこの後ろのドアから連れてこいって言わないと。矢田さん呼ばれてますよ、矢田さん。後ろから乗務員が来るの、今ワクワクして見てるんだけど。パイロットも来るんですよね、もしかすると。パイロットも、はい、ですよね。ですよね。キャリケースコロコロ引いて、そういうリアルなのを見てみたいな。時間的になんか今到着便とかないですか。あ、実際今調べてます。今来るか、矢田さん便早めて連れてきて。走らせてきて。でもラジオやってるっていうの知らずに CA もオフで入ってくるんで、多分それがいい。責任は取りません。めっちゃオフの CA が見えるかもしれない。それをその場所を選んだ皆さんの責任という私の責任です。でもリアルでいいですね。あとね、メッセージがね、はい、ありがとうございます。どこ見たらいいんだ。こっちも来てるか。あれ、どうしてるのこれ。あ、これだ。ツイキャスがね、ツイキャスが自分が見れてないんだな。あ、これ、Facebook のメッセージが、ね、見れてるので、後で CM 明けに、ご紹介しますね。はい。これは？こうか。あ、
こうだ、こうだ、来た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 。はい。はい、後半始まります。そしたらですね、まずはコメントからご紹介したいと思います。これは Facebook コメントかな？あ、来ました。Facebook コメント。そうですね、先ほどコメント出したタミースーリさんも見ていますと。ですね、長岡さんも、ね、始まった時にですね、大好きなピーチ月間、とても楽しみです。ありがとうございます。ですね、直屋さんからですね、面白いコメント来ますよ。ラブラブフライト。うちも IOE の FO とラブラブフライトするって言ったら、このおっさん基調怪しまれるかなって。まあまあまあ、藤田さん、直屋さん、ぜひやってみてください。ですね、前、シンジ・マエダという名前はあるんですけども、自称ですね、アメリカのトム・クルーズですが、ピーチのフライトアテンドさんには、ピーチのフライトアテンドさんは、こんなに綺麗なんですか？そうです。シールあげます。シールあげさん、前田慎二さん、シールが漏れなくついてきます。ありがとう。コメントがバンバン来てるんで、私聞きたいことが聞けない。ちょっと待ってくださいね。聞きたかったのは、FA って、さっき言ったの、保安要員とサービス要員、サービス要員ってあるじゃないですか。もちろん訓練も大変だと思うんですけども、実際に飛行機に入って乗務をしたときに、やっぱり大変だったこともあると思うんですね。で、はい、あ、よかったなっていうこともあると思うんですね。そのあたりをちょっと聞きたいんですけども、教えてください。そうですね、まあ、やっぱり良かったなって思うのは、お客様との、中、なんていうんですかね、こう関わる中で、まあ、すごく何時間も遅延してしまったりとか、あとそういったイレギュラーがあった時に、なんか降りて後期の際に、まあ、ほんまお気にとか、もうお疲れさんとか、やっぱそういうことをかけていただき受けた時が、私本当に涙出そうになるぐらい嬉しいですね。もう本当にやっててよかったなって思います。確かにね、お客さんからすると遅延とかあると本当はイライラしてるかもしれないんだけども、まあ、そんな中で多分藤井さんたちの中のお仕事を見てて出てきた言葉なんでしょうね。ありがとうございますって、あ、お気に入りっていうのかな、大阪だったら来た、後ろから来た後ろから人が来てますどちらの職種の方ですか？これはあれですね、CA が実際に地上職 のサポートをしていて。あ、そうなんですね。空港 の自動発見機の近くで、はいはい、CA が実際にサポートをしています。なるほど、その方が今入ってきたと。もうしっかり手も振ってありがとうございますそうやって嬉しかったこともあると思うんですけども、逆にやっぱり大変だったことっていうのがもし、はい、そうですね、まあ、飛行機なので、まあ天気ですとか、まあ、いろんな、うん、まあ、読めないという変わりやすい、うんうんうん、やっぱり体調を崩される方とか、まあ、そういった時 の対応で、まあ、こう何ですかね、うん、もう一刻を争うっていう時です、ね。まあ、でもそれは本当にみんな、まあ、プロとして、うん、持ってる知識の中でそのお客様を目的地にちゃんと送り届けるとか、まあ、うん、するんですけど、やっぱり実際にそういう時お客様の中に看護師さん、看護師さんがいらっしゃったり、ドクターの方がいらっしゃったりとか、まあ、一般のお客様でもすごく手伝ってくださったりする方もいらっしゃるので、本当にそういうのは、はい、感謝。そういうのはじゃあアナウンスでこの機内で、はい、医療従事者というかそういう方いらっしゃいませんかって言ったら入って手を挙げて。そうですね、はい、いらっしゃるんですよね。そういう経験はしたことないので、やっぱりそれは大変でしょうね。本人ももちろん大変でしょうけども、それを客事乗務員としてフライトをしながら、うん、
それは当然、コックピットと連絡を取りながら。はい、そうです。わ、その時の機内の様子、すごく緊迫してるんでしょうね。もう、その時はもう笑顔はもう封印ですね。なるほど。はい。確かに、確かに。ああ、まあ、そういうのは、そんなに数はないですよね、やっぱり。そんなに、ないですね。そんなに、あまりないことですね。なんかよくテレビのニュースで機内でこれは国際線かなんか赤ちゃんが生まれたとかってなんかニュースで言いますけども、さすがに聞いたことはないですか？はい、聞いたことはないですね。はい、生まれたら桃子かな男なら桃太郎かなすいませんすいませんちなみに路線ですけど、国際線ってさっき私ちょっと出たんですけど、今、出てる便っていうのは、まあ、例えば今、那覇にいらっしゃるじゃないですか。那覇からだと、どこの便が出てるんですか？今現在では、国際線は国内線のみですね、沖縄から。はい。で、5路線。どちらですか、そちら、その5路線っていうのは、紹介いただけますか？札幌、新千歳と成田で、あと大阪、関西、あと福岡と仙台ですね。これ最近増えたんですよね。あ、そうですね。10月25日から那覇千歳と那覇仙台が就航しました。那覇から北海道に直行便ですか？直行便です。何時に出て何時に着く便なんですか？こちらが、那覇発千歳行きが14時20分、那覇発。はい、で、仙台行きが那覇発16時発ですね。じゃあ、どちらとも着いたら夕方というか。そうですね。はい。大体。で、行くから何かできるって感じですね。そうですね。有意義に楽しめると。はい、逆にその新千歳札幌から帰ってくる便っていうのは何時ぐらいに出るんですか、現地を。現地が、11時10分、千歳発、で仙台は11時発ですね。両便とも午前のフライトになります。沖縄千歳だと時間的に何分ぐらいですか？4時間ぐらいですか？今は沖縄から千歳はだいたい2時間、そんな3時間弱。2時間？3時間弱ぐらい。3時間弱。はい、そんなに早く着ける？沖縄から千歳。もうジェット気流に乗って。あ、今の時期だよ。逆に帰りが時間かかっちゃうんですね。帰りが少し。3時間。いや、沖縄の地元民としては、ね、冒頭で藤井さんおっしゃってましたけど、まだ25、6度の、まあ、夏日じゃないですか。はい、そんな時に北海道の寒いところに行けるっていうのはちょっと魅力的ですよね。はい、もう私も実際この間、一昨日ですかね、千歳飛んだんですけど、はい、3度です。3度。沖縄27度で。でもそうするとね、全国あっちこっち行くんで、体調と管理とかも大変じゃないですか。はい、そうですね。しかもずっと機内では立ちっぱなしだし。はい。そういう意味ではもう体力勝負。あ、もう機内の中でおのおのストレッチしたりですとか。本当ですか？はい、乗客が見ていないところで私たちもストレッチしたり。そうなんですね。はい、見えないところで。見えないところ。そうですよね。じゃあ普段からなんか体を良好に保つためにジムとか何度か行かれてるんですか？あ、そうですね。ジム通われてる方とか、あとヨガですとか、うんうんうん、沖縄なので気候がいいので、うん、こう公園を走ったりとか海のビーチを走ったりとか、はい、そうされてる方が多いです。藤井さんは何かしてないんですか？私は、まあ、趣味が釣りなので。本当ですか？リフレッシュします。
意外。そうなんですね。じゃあ沖縄ベースにだともうしょっちゅう行かれます、釣りは。休みのために。そうなんですね。ありがとうございます。はい、そうそうそう、そうなんですよね。那覇千歳、那覇新千歳、那覇仙台が、10月25日なんですよね。で、国際線って今おっしゃってましたけど、まだ飛んでない計画としては。そうですね。はい。はい、那覇からは、飛んでない状況なんですが、うん、関空ですとか、うん、まあ、羽田とか、うん、あとは、台湾路線ですね。台北、飛んでますね。あ、もうスタートしてるんですか？あ、はい、実際に、うん、飛んでます。複数台北と、あと羽田台北と、あと成田台北。成田台北ですね。うん、あ、じゃあ国際線ももう復活して飛んでると。はい。那覇からの国際線ってありましたよね。あ、はい。バンコク、台湾、高雄、香港、あとバンコクですね。結構飛んでたんですね。そうですね。バンコクはすごくやっぱり人気で。そういうフライトって、行って、その現地で一泊で帰ってくるんですか？海外行くと。いえ、もうそのまま。そのまま。遊べない。遊びたいですけど、遊ばずに。で、我々からしたら、航空会社に働いてる方々の、イメージっていうかな、その、乗務して、現地でステイして、はい、楽しめるとか、あとは、はい、航空会社のチケットを安く使えてとか。はい、っていうイメージがあるんですけど、ピーチはどんなですか？はい、もちろんそのステイのフライトもあるんですけど、そういった帰ってくる便も多いですね。そうなんだ。うん、なので、うん、ママさんとか、ん、ママさんとか家庭がある方とか、うん、ね、ステイばっかりじゃなくて、こう日帰りで帰ってこれるフライトも多いので、はい、喜んでる。あ、調整してくれるんです、そういうふうにして。そうですね、はい。ちなみに藤井さんは、そのステイ先って、まあ、多分いろんなとこ行くと思うんですけども、どこがお気に入りですか？私もあんまりステイはなかなか行かないですけど、千歳ですかね。ちなみにご出身はどちらなんですか？私は空港がないんですけど、群馬県です。群馬県。あ、空港がない。はい、まあ、そういう意味で、まあ、北の北海道とかも沖縄、まあ、両方ですけども、じゃあ、休みがあれば、今回、新千歳ができたんで、ヨット飛んで、遊んで。行ってみたい。はい、ね、なかなか今、ちょっと難しい状況かもわかんないですけど、でも、行ってみたいです。はい、ありがとうございます。いろいろね、コメントが来てます。本当ありがたいですよね。ちょっとそれご紹介しますね。多分今見てる方はですね、私が全然コメント見てない。もう藤井さんと話すばっかりだと思ってるかもしれないですけども。ご紹介します。長岡さん、ありがとうございます。見えない時って、ギャレーのカーテンを閉めてる時ですかね。合ってますね。あれを閉めて。そうですね、もうそこで、はい、その時ですとか、まあ、あとは何ですかね、まあ、こう手とか伸ばしたりとかは、まあ、いつできるので、それはちょっとあれそうか。はい、ありがとうございます。で、名古屋さん、これ、今流行りの釣り女、カンパチさん、釣りなんだ、なんか釣りに皆さん食いついてますよ。あ、本当ですか。で、名古屋さんから質問にお答えいただきありがとうございます。昔仕事の同僚が確か大阪ベースの機長さんなので、一緒に飛ばれたことがあるかなと思って聞きましたというふうに書いてます。あとはカンパチさんからは、あ、そう、さっきの お医者さんいませんかって時の話の多分メッセージだと思うんですけど、一度だけありました。 お医者さんいませんかって、確かに緊張した反面ドラマみたいだったなっていう。うん、遭遇してる人いるわけですよ。そ
そうですよね。もう一瞬でもう笑顔を封印して、もう緊張になるわけですね。一生懸命です。うん、でもそうやってなんだろう、ダイバート他の空港に行ったりとかってすることもご経験あります？私はまだ実際にはないんですけど、うん、いろんな状況によってはそういうこともあると思います。いやもうこうやってね、いろんなちっちゃい時からなりたい、お姉さんの後ろ姿見てなりたいと思って、地上職から始めて、大変な訓練をして今乗務されて、印象としてはすごく楽しまれてるなと思うんですけども、同じような道を進みたいという今このラジオを聴いている、ラジオを見ている人たちに対して、こういうことは準備してた方がいいよとか、いわゆるなんだろう、テスト対策というよりも本当に仕事をした時にこういうことをやったら役に立つかもしれないみたいなのがあれば聞きたいなと思うんですけども、どんなのがありますか？私自身が本当に、参考書ですとか、いろんなどうしたら受かるんだろうっていうふうにすごい苦戦した方なので、でもやっぱり最終的に行き着いたのが、自分ってどういう人間なんだろうなとか、自分の長所とかその強みって何なんだろうなっていうところがやっぱり一番大切かなと思っていて、それをこう実体験を踏まえてとか、どんなふうに相手に伝えて、どんなふうに自分をこう何ですかね、分かってもらいたいかとか、あとはもしその会社に入ってどんなことをしたいとか、野望ですとか、こんなふうになりたいとかっていうのを、持っていただくと、もう表情に出てくるので、そういうのはそうするといいかなって思います。確かにそれって人と話をしないと気づかないですよね。そうですね。自分の中で考えるのもいいんですけども、実際に人と話をして気づくってところもあるので、はい、やっぱり、客事乗務員としてお客様とお話をする仕事なので、コミュニケーション能力を高めるために、なんかおすすめの、なんていうんだろうな、仕事じゃないな、どういう活動をすればいいのかなってちょっと今気になったんですけども、ちなみに学生時代はなんかアルバイトなんかされてたんですか？はい、アルバイトはもうすべて接客の、ウェイトレスですとかそういったアルバイトをしていて、あと結構私イヤホンこうつけていて、音楽つけないでイヤホンつけることが多くて、無音で で結構電車の中とか飛行機の中とか、いろいろ人の話をいろいろ聞いてるっていうか、実際にお客さんとして飛行機乗った時も、客室乗務員の方の動きですとか、お話しするこう内容とかも結構聞いてたりとかしてるので、こう人間観察はもともと好きだったかもしれないですね。そうかそうか、人間観察。そう、そうすると人の考えてることとか、その人がこうしてほしいだとかみたいなものがなんとなく分かってきて、で、そうですね、お仕事されてる接客もそうですけども、それが役に立つんですね。そうですね、実際にそれを自分がやってみるっていう、でも実際その冒頭話したサービス要員と保安要員とお仕事があるので、それはサービス要員のお仕事じゃないですか、この、はい、接客だとか人間観察とか、この保安要員って何か準備することっていうか、なんかありますか？そのお客様のコミュニケーションっていうのも大きく保安要員にとってはすごく大きなことで、はい、搭乗中のちょっとしたお話がやがてそれがなんで保安要員としてのすごく役に立ったりとか、お客様のふとしたそのお話の中からいろんな情報を引き出せたりとか、はい、実はお手伝いが必要なんだなとか、そういったことが分かったりするので、お客様のコミュニケーションっていうのは保安要員としてもすごく大事なところでもありますね。一般的に自分のイメージでは客室乗務員からお客さんに声をかけるっていうのはあんまり見たことないんですけど、はい、
してるんですね、そういうことを。うん、そうですね、結構何ですかね、不安というかそういったことではなくても、ま、ちょっとしたお話でも、うん、お話、例えば そのコートかわいいですねとか、そういったこともすることもあります。本当ですか。あ、そうか、だから俺が聞かれないんだな一度も声をかけられたことがない。今は分かった、選ばれてないそういうのを対応していって、その方の情報というか聞いて、まあ、それが保安の時に役に立つ可能性があると。そうですね、その可能性もありますね。ありがとうございます。まだまだちょっとメッセージ来てるので紹介しますよ。ですね、これは、FM 宜野湾のメールに届いています。はい、ラジオネーム岡目インコさん、ありがとうございます。玉川さん、こんにちは。ピーチの客室乗務員さんの訓練体制や名前、とてもユニークですね、うん、本当に思いました。関西弁での機内アナウンスの印象的で、ピーチらしさが溢れています。旅客業務も補助され大変ですね、頑張ってください。趣味が釣りの客室乗務員さん、味がありますね。北海道から那覇路線は日本での長距離路線にびっくりです。確かに最長路線、国内です。そうですね、はい、はい。岡部さん、メッセージありがとうございます。皆さんやっぱり釣りに釣りって感じですねありがとうございます。筋肉痛になってます。え、あ、本当にそのぐらいのめり込んでるんですもうハマってます。そうなんですね。多分 FM 宜野湾でもなんか釣りの番組があった記憶があるんだけど、まあ、その時はまた出たらいいですよ。お願いしますお願いしますって、まなみさん言われてるよ。次、藤井さん釣りの番組出るってよ。自前の釣り座を持ってくので失礼します。で、今沖縄ベースの客室乗務員って何名ぐらいいらっしゃるんですか。今38名。あ、そんなに。はい。あ、そんなにいるんですね。じゃあその方々が沖縄に住んで、あちこち行くと思うんですけども、逆に何だろう、どっかの地域に住んで沖縄で勤務、もしくは沖縄に住んでどっかに勤務って、まあ、コミュートっていう人たちもいるんですか。コミュートはいないですね。いないですね。ああ、なんかパイロットはなんかそういう人たちがいるなっていうのは、国内線、国内の航空会社、国外の航空会社聞いたことあるんですけども、あ、じゃあ客室乗務員は皆さんも全員沖縄に住んで、那覇の空港の近くに住んで乗務で来るってことですね。はい、そうです。うーん、1日何便ぐらい飛ばれるんですか。今のところ1日どのぐらいですかね。まあ日によってバラバラなんですけど、はい、とか1回で終わるときってあるんですか。あ、例えば北海道だったらもう行って終わりですかね。そうですね、そこから違うとこに行く場合もありますし、まあそれで終わりのとき、はい、うん、なるほど。はい、ですね、番組がですね、もう残り3分となってしまいました今日もね、本当にたくさんいろんなコメントいただいたんですけども、やはり、このパイロットになろうという番組で客室乗務員が呼ぶことがないので、あまりないので、コメントも玉名さん今日顔がニヤニヤしてますねっていうのもあるので、もうそれあえて紹介しなかったんですけども、多分バレてますねでもまあこのラジオを聞いて、将来客室乗務員になりたいって思う人がいるんであれば、今藤井さんが、アドバイスしてくださった、まあ、自分自身をちゃんと見直すと、でやっぱり接客、そういったお仕事をしながらチャレンジすると。でちなみにピーチは客室乗務員は採用されているんですか。今も採用はしている。ほら、している。皆さんチャンスですよ。はい、
チャンスです。特に沖縄募集。沖縄募集、沖縄募集です。皆さん、沖縄支店募集です。ありがとうございます。今日実はですね、プレゼントちょっと私手元にないんですけども、プレゼントのキーワード、今日は3文字目です。じゃあ、そのキーワードを発表お願いします。はい。ピーチ大好きの木です。木、ピーチ大好きの木ですね。はい、ありがとうございます。前々回、前回で今日、そして来週ですね、続いて分かったキーワード、これをですね、ぜひ書いてご応募ください。そうすると、豪華な、ピーチの非売品ですよね、のプレゼントが、当たりますというところで、番組の感想もお願いいたします、本当に時間も迫ってまいりました。本当に今日もたくさんのコメントありがとうございます。番組中に紹介できなかった方々すいませんでした、本日のゲストはピーチアビエーション客室乗務員の藤井さんでした。貴重なお時間とお話ありがとうございます。マナハナオヤのパイロットになろう。この番組は国内初の日本人試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供でお送りしました。また来週、さよなら。ありがとうございます。おきに。おきに。ありがとうございます。ありがとうございます。